はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。大阪在住様、お手紙いただきました。龍二様、カエル君様、お手紙もご支援ありがとうございました。あれやらく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。お手紙や物品支援などの送り先、住所は、動画説明欄もっと見るをクリックしてご覧ください。よろしくお願いいたします。どうも背景が殺風景だなーつって買ったサボテンなんですけれども、手入れが楽かなーなんて思って、あと私の誕生日の花らしいんでサボテン買ったんですけれども、育っているんだかしおれているんだか順調なのか全然わかんないって割とつまんないですね。しおれたりもしないし、あと水やりも半年に一遍ぐらいにしないと、枯れちゃうよっていう、そんなわけですから、サボテンちょっとつまんないな。他の鉢植えも買ってみようかな、思ってるところであります。7月19日、今日からですね、都心のマクドナルド店のみ新価格値上げであります。都心のマクドナルドとか、特別の場所、例えば舞浜イクスペアリですか、ディズニーランド入り口のマクドナルドも値上げ、ここはあれなんだろうな、値上げしても客なんぼでも食っぺなんていうことで値上げするんでしょうか。渋谷新宿池袋駅周辺の店舗は全滅、全部値上げになってました。まあ家賃高いですからね、電気代も上がったしね。便利な場所は高くても客は途絶えないから、取れるとこから取れの精神でしょうか。それとも全国一律に値上げにしなかったのは良心的なのかなーって。これ最近知ったんです。最近というか今日知ったんですけど、マックのポテトはですね、気持ち悪いっていうのに悩む妊婦さんがこれは食べられたっていうランキングの上位だそうであります。妊婦さん気持ち悪い、気分悪い、なんか込み上げる、吐きそうみたいな状態でもマックのポテトは食えたっていう意見が多い。都心の妊婦さんにとっては値上がりしちゃって悲報だな。電気代上がっと何でも上がりますからね。とある公務員さんのお嘆き、灰乗り背乗りを阻むマイナンバー制度がもっともっと昔から整備されていれば、北朝鮮による拉致被害も起きなかったし、朝日新聞による慰安婦問題捏造もなかったのに。台湾侵略に向け中国共産党は無国籍中国人をせっせと送り込んできています。一刻も早くカードの普及を、そうなんだ、無国籍の中国人増えてんだ、なんか地下に潜伏してんですかね。なるほどな。なりすまし日本人の協力がなければ1000人近くも誘拐できないですしね。拉致被害者って政府公認受けてるのは数十人なんですけれども、まあそうじゃないか、確証はないけどって、思われている特定失踪者って呼ばれる方々1000人弱、いらっしゃいます。そんなにね大規模なのはやっぱりなりすましの日本人の協力がなければ、できないことでしょうし、背乗りできなきゃ慰安婦問題を捏造できなかったっていう理屈はちょっとわかりません。そもそも吉田誠二であるとか上村隆がなりすましってことなのかな、日本人でないってことなのかな、ちょっとわかんないです。1989年と2022年比較、世帯年収中央値471万円から、440万円へ31万円減少。世帯年収中央値、平均値とはまた違います。これ平均値っていうのは一人年収100億円っていう人がいただけでガーンって平均って上がっちゃうから、中央値ですね、一番数が多い、世帯です。実質税負担率 37.9% から 47.6% へ増加。非正規雇用率、割合 13.5% から 29.8% へ倍増。3割が非正規雇用なのか今。水道光熱費平均15,705円から23,78円へ。所得が下がってて固定費っていうか絶対必要な水道光熱費上がってんではね。
貯蓄ゼロ世帯 6.7% から 23.1%、 3倍増、まあお金余んなければ貯蓄できねえわね。奨学金利用率 21.8% から 49.6% へ。半分が奨学金を利用しないと大学行けない、お金がないので埋めないっていう方々 30.1% から 52.6% へ。半分がお金ないから埋めない、っていうですね。これお金、は可処分所得、使ってもいい金がないので埋めないからでしょうね。一般判断です。本当に苦しい、なんとかしてくれ。まずまず実感通りの数字やな。国が死んでからでは遅い。お金がないから埋めないが増えているのに、少子化対策で金がかかるから増税って頭おかしい。増税まっしぐらの岸田をなんとかしないと。男女共同参画9兆円、子ども家庭庁5兆円、この分そっくり減税してくれ。今年は収入増えたのに手取りは減って、わけがわからん。税金増えちゃったでしょうね、この人ね。あるラインを突破しちゃったんでしょうね。実質税負担率は、に、再エネ、賦課金とですね、NHK 受信に受信料入ってないですよね。受信料なんか実質税金、まあテレビ捨てた人、私なんかはテレビ捨ててますから関係ないんですけれども、再エネ賦課金は電気使ってっから払ってるな。それらを入れれば楽に 50% を超えるのでは。町内会や学校で強制される赤い羽募金も各種の負担金も、まあ、町内会費とかね、実質税って呼べなくもないので一切払うべからず。赤い羽ろくな使われ方してません。幹部連中の仲間の懐に入るばっかで、あとクルド人支援なんかにも使われておりまして、日本人のためにはなっておりません。さらに水道料金も全国的に上がることが決定。石巻地方広域水道企業団が4月から 20% 値上げを断行。送水のための電気料金が上がっちゃって、あと浄水場なんかもですね、こうでっかい羽ガラ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 って、振り回して、浄化したりですね、空気送り込んで、バッキ式っつって、それで浄化したり、浄水場ですね、要するに浄水場も電気使ってますから、まあこれも上がっちゃうな。横浜市、松本市、浜松市も値上げ、だそうであります。一般判断です。井戸とボットン便所の復活を。都会は無理都会でボットン便所作ったら嫌がられんだろうな。あと井戸、落ちたらどうすんなって文句きますよね。東京は意外と水道料金が安い。東京は利用者が多いから採算取れてんだわ。電気代高騰、利用者減少、設備更新なんか積んでますな。利用者少ないとこは見捨てるしかないな。値上げの連鎖になってる。水道はいいねを払うか引っ越すしかないな。まあそうだよね、引っ越すしかないわね。水道局は電気料金よりも結構ばらつきあんだって。ちなみに別荘地の水道料金は異常に高い。まあ軽井沢の山の中に水道通すなんですと金かかりますから、そういうのが跳ね上がっちゃうんじゃないでしょうか。電気料金って全ての値段に影響してくるんですよね。製造生産だけでなく物流小売りでも電気使えますもんね。電気使わない産業あります？ないんじゃないから私には思いつかない。もしあったらコメントで教えてください。電気を使わない産業、とある官僚さん、どこより安い電気料金を実現できたら世界中の工場が日本に集まり安保にも有利。なるほど、感心した覚えがあります。例えばハーレーダビッドソンの工場が日本にあったら、アメリカは日本を攻撃することを許さねえでしょ。BM とかベンツとかの工場が日本にあったら、ドイツも、日本は攻撃しねえでくれ、なるでしょ。まあそういうことなんですけれどもね。現在は発電イコールほぼ火力だから、電気イコール二酸化炭素発生で環境破壊は間違いないですね。テレビを消して節電を、テレビ局の前でガーガーやりますかこれエンドレステープで、テレビを消して節電を、
緑を子孫に残しましょうかなんか言って、テレビ局の前でガー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 、あと紙の新聞環境破壊、朝日と毎日の前でやりますか、共産党も赤旗作ってんで、あの代々木の本部前とか、政教新聞の公明党本部だって、本部ってどこだっけ、信濃町、公明党の本部ってどこだっけな、自民党の本部はなんかあの国会近くの何にもねだだっぴろいとこにあったような気がするんですけども、公明党本部ってどこなのかな、電気料も水道料も上がって我々の生活が苦しいのはギャーギャー騒ぐ反原発とね、それらが面倒くさくて原発再稼働に踏み切らないですね、自民党と岸田政権のせいですね。東電、11年間配当なし、原発止まってから一切配当なし、原発を活用している関電、関西電力は1株50円を配当、しかも電気料金値上げなしと、高い電気料で苦しい生活している反原発界隈、高い電気料だから脱原発とか言って大玉幕作っちゃって、もう支離滅裂ですよ、その背後にはですね、なんでこんな支離滅裂なの、なんでこんな必要なの、なんでこんな大騒ぎすんの、その背後にですね、うじらの石油売れなくなっちゃうじゃーんっていう産油国の都合であるとか、日本に核研究を続けられたら、核武装されちゃったら、それだけは絶対に嫌っていうですね、ロシア、中国、韓国、北朝鮮、ロシアは北方領土返せって言われるのが怖くてしゃあない。中国は尖閣諸島は渡さないって言われるのが怖くてしゃあない。韓国は竹島返せって言われるのが怖くてしゃあない。北朝鮮は拉致被害者返せって言われるのが怖くてしゃあない。核を持った日本にこう言われたらたまんないっていうことで、反原発、脱原発界隈を応援通貨作り上げたかもしれませんね、核保有国が増えるのは好ましくないなって思ってる英米、フランス、インド、パキスタンの核保有国と、こういうとこに応援されてるから、雇われてるから、金もらってるから、いくらこちらが正論で叩きのめしても言ってることが支離滅裂で世間から呆れられても口を閉じないっていうのが反原発の正体だと思います。まあ中にはですね、自然の放射能はいい放射能なので、ラジウム温泉は問題ないっていう神聖バカも混じってますけどね、煽りに乗って踊ってるやつもいますけどね、何でもかんでも他人事、口を開けば増税が必要、丁寧な説明を心がけます、説明さえすれば分かってもらえるって思ってる腹が立つ岸田、長男や右腕の木原副官房長官の私有分、物価高、LGBT 法強行で最新内閣支持率は 34% で、歴代内閣が終了した時は同じ NHK 調査でどうだったのか比較っていうのを講談社フラッシュが取り上げてやってました。内閣解散時の支持率、2001年4月森喜朗 9% 2006年9月小泉純一郎 51%、2007年9月安倍晋三 34%、 2008年9月福田康夫 20%、 2009年9月麻生太郎 15%、2010年6月鳩山由紀夫 21%。 これ解散した時ですからね、鳩山は1年も持たなかったんだ。2011年9月菅直人 18%、 2012年12月野田佳彦 20%、 2019年9月安倍晋三 48%。 まあこれは追い込まれて総理を降りたんじゃなくて健康上の理由でって言って降りました。2021年10月菅義武吉秀、あれ、なんて言うんだっけ、吉秀だっけ、 30%、現在岸田 34.0% ということで、本当にね、あれですね、なんつうのかな、小泉純一郎から2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年って本当に1年おきに総理変わってたんですね。こんなんじゃサミットに出かけても大事にされるわけねえよね、どうせまた来年は違う人組んでしょう、思われてさ、
今はすっかり私利私欲のためソーラー推しやってますけど、小泉って解散した時も 51% で人気あったんだ。森喜朗 9% やばいっすね。まあこの頃はネットも弱いし、あるにはありましたけれども、共産党員主力も50代で元気だったしね。次が河野太郎とか茂木とかじゃ嫌なんですけど、選挙でどのぐらい負ければ岸田は総裁降りてくれるんだろうか。次の衆院選はかなり、維新と民民に削られる、やられると思いますけどね。まあ被害は公明と立憲の方が甚大だとは思いますけど、連中今焦ってんだろうな。 NHK のタイトル詐欺、マイナンバーカード4割近くが自主返納、まるで利用者の4割が返納しているかのタイトルだが、正確には返納のうち4割は自分の意思で、残りの6割は亡くなったり長期海外出張したり長期滞在が終了して帰国する外国人による返納で、ツイッターでこのタイトルの詐欺を指摘されておりました。これじゃあ、9000万利用者のうちの4割が自主返納したみたいな思わせるタイトル詐欺じゃないかということで、一般反応です。この回答はお役に立ちましたか？お分かりいただけただろうか。 NHK に騙される人もいっぱいいそう。連日のヒステリックなマイナンバーカード否定報道って一体何なんだ。左翼の生命線みたいですよ。入管法とマイナンバーカードは。最近 NHK おかしくない？大丈夫なのここ？前からおかしいよ。盛りかけに乗っかったところから NHK を見限った、不法滞在正当化のドラマとか犯罪幇助だよね。そうだ、そう言われればそうだ。不法滞在は犯罪じゃない、何もしてないのになぜみたいな、正当化して犯罪幇助ですね。これね、 NHK 間違いなく。テレビを捨てることが我々の意思表示だ。さらに記事を詳細に分析しました。人口230万人の自治体で返納は97件、そのうち、自主返納したのが4割ですから40人弱ですね。率にしてみると230万分の、40弱ですから 0.17 人、1万人に 0.17 人という計算。 1% どころか万が一にもならんかった。残念無念。万が一にもならんかった。10万人に 1.7 人、1人が2人ってことですか。10万人に1人が2人、っていうこと。万が一にもならんかった。パヨさんたちもっと頑張らないとダメやんか、ダメやんか。一般判です。パヨが減ってしまったってことかもしれない。パヨ、それでも激増。朝日新聞、45万件も返納が。確かに45万件返納あったみたいなんですけど、これなくなったり、そういうわけで日本を離れる外国人さんが返納してったりっていう、ナンバーは外れないから返しても無意味だぞ。マスコミが全力で煽ってもこの程度。契約、携帯契約の本人確認は顔写真入ったのしか使えなくなったぞ。免許かマイナンバーカードでしかダメになったんですかね。パスポートとか。昼間はパヨの工作時間らしくて、本当はもっと多いとか、俺も返したとか、個人情報が国に抜かれるから作らない。なんて書き込みばっかと。そっか、夜は寝ちゃうのか、パヨさんたちは。携帯解約に、契約に、顔写真が必要になってるのは知りませんでした。そういえば、個人情報かって言ってる人はですね、言ってるパヨはですね、運転免許に顔写真がついてて、その情報は警察が管理してることは、どう思ってんでしょうかね。よくわかんないね。保険証とさえ、くっつがなければ、それはいいの。だったら運転免許はそれはいいのって聞いたら、パヨさんたちなんて答えんでしょうかね。それともフリーズしてしばらくして再起動、再び個人情報ガーって同じこと騒ぎ出すいつもの行動様式なんでしょうか。あいつら完全論破されてても気がつかないからな。懲罰委員会で私クソみそに言い返してんのに理解できなくてポカーンとしてましたから、共産党議員ね。今日のシーカズを、略して今カズ。政党助成金の仕組みは1人当たり250円かける人口イコール総額315億円となっています。総額が先に決まっているのではなく、あくまで1人当たり250円が制度の基本なのです。この制度が自分が支持していない政党に強制募金をさせる憲法違反の制度であることは明瞭です。
きっぱり廃止すべきです。何言ってるか全然わかんない全然わかんない。何言ってるか、一般案です。じゃあ違憲裁判すれば具体的に憲法何条にどのように反してるの、それがなんで憲法違反になるのかわからない。ところで共産党は党員から毎月いくら分取ってるの、汚職しないようにするためのお金じゃなかったっけ。あんたらは闇の金多すぎて申請できなくてもらえないだけでしょ。災害の時に共産党が募金詐欺やってんのはいいの、頭悪いとそういう結論になるんですか、すごいなぁ。あんたらね、共産党収支報告出せねえから闇の顔が金が多すぎて、政党助成金もらえないだけなんですよね。中国共産党から何億円とかかけないじゃん全然かけないじゃん。憲法違反だ怒鳴るばっかで何条にどう反してるかは言わないと。言わなくても信者がバカ揃いなんで、それでご納得いただける楽な商売ですね。250人人を徴収されて、それが全く支持していない、例えば私だったら立憲とかに行くのが憲法違反って言ってるようなんですけれども、金に名前書いてあんのかって話。私が払った250円が確かに立憲に渡ったとしてもよ、それがなんか問題あんのか、その分ですね、立憲支持者が払った250円が他に行くだけでは、憎き自民党とかに行くだけじゃないの。C 和夫68歳、ボケるにはまだ早いって思うんですけど、パヨがこれ読むと、そうだそうだその通りってなるんでしょうかね。難しいな、パヨ語はな。パヨもこっちの言ってる理屈難しくてわかんねえだろうな。まあ、関わんないのが吉ですよね。近寄ってきたら逃げよと、いう話であります。というわけで8月15日商店参拝やりますんで、メール党員の皆様、メール党員になりますと毎日読んでるだけで頭が良くなる、世の中の情報がすっきり整理されて、他人に知ったかぶりできるという有益なメールが毎日届きます。月額990円だったっけな、1日30円でお得です。ぜひメール党員になってください。日本改革党のね、動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからメールご登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。